この時間は IPO インタビューのコーナーです本日東証グロース市場に新規上場した証券コード9236ジャパンエン M&A ソリューション株式会社代表取締役社長三橋徹さんにお越しいただいていますよろしくお願いしますよろしくお願いします株価は会計配続いておりまして売買成立しておりません1943円会計配となっていますそれではどのような会社なのか 概要からご紹介いただけますでしょうか。はい。ジャパンエマンデイソリューション株式会社、まあ会社は約4年前、2019年の11月に設立しています。エマンデイアドバイザリーサービスを中心に行っておりまして、あの私どもの特徴というのはあの大きく2点ありまして、まあ1点があの中小企業に特化している、まあ中小企業が多いということと。 あともう一つは、あの金融機関等からの紹介案件が多い。まあ、この二点が特徴になっています。まあ、これらの特徴というのは、あの今から説明します。あの経営方針が、あの大きく影響していると思います。私どもの、あの経営方針、まあ、大きく二点ありまして。一点目が、あの相談された、断らない。 規模が小さいから赤字だからといって断るんではなく、あの全ての案件を基本的には受けております。一般的にこう m&a 会社というのは、こう大きい案件を望む。そういった中で、中小企業のオーナーさんと会うとまあ、うちの会社なんか規模が小さいから m&a できない。赤字だから買ってくれる人はいない。それで廃業するしかないですから、こう事業承継を諦めている人は非常に多いです。 まあそうではなくて規模が小さいから赤字だからといって断るんではなくまあ全ての案件を受けるまあそれでどうにか日本のこう中小企業を中心とした M&A 一軒でも多く取り組んでまあ事業承継問題これを解決していきたいと考えています。あと2点目の経営方針が顧客主義。これは分かりやすく言うとこうお客さんのために良い M&A をやろうと。 まあ買い主主ではなくて売り主特にまあ株主もそうなんですがあの対象会社にいらっしゃる従業員あるいは取引先のことを考えて良い先を紹介しようと、まあ、そうすることによってその地域の経済もそうですしあとはあの譲渡後5年10年経ったとしてもその会社があの持続的に維持発展できるように、まあ、そういった委員マネをやっていこうと。 それを顧客主義としています、まあ、そうすることによってあの売り主買い主あと紹介者皆さんに喜んでいただくこれが私どもの,こうあの顧客主義という,こう経営方針でして、まあ、この相談されては断らないあと顧客主義という経営方針をこう貫いているそれで先ほど申し上げたこう中小企業の案件が多い、まあ、そこに特化しているあと あの金融機関、特に地域金融機関と呼ばれる地銀、第二地銀、親金信走、あとはの税理士、会計士、そういったあの方々からのこうご紹介案件が多い、私とのこうビジネスの特徴にも結びついております相談されたら断らないという、本当にこう <はい S 2> インパクトのあるメッセージですけれども、えー、はい、M&A、A、ハードルが高いというふうに思っているようなこう中小企業、えー。はい さんんのこう相談にも乗っていってるっているうことなんですね、はい、えそうですあのとにかく廃業してしまうと雇用も失われますし取引先にも迷惑かけるそれで地域の産業もこう落ち込んでしまう、まあ、そうではなくてエマーデ業界ですとやはりこう大きい案件の方が儲かる、まあ、それで大きい案件をこう中心にというエマーデ会社が多い。 まあそんな中でこう本当にマネができないと思っている中小企業のオーナーの方多いですから、まあどうにか一見でも多くこうあの取り組んでいきたいと考えております。はい。えー、では市場の環境について教えていただけますでしょうか。はい。あの日本の企業というのは大体三百六十万社から三百七十万社あると言われています。まあその中でこう大手企業、あと少し規模大きい中堅企業 まあこの大きい規模の会社に対してはまあ証券会社あと銀行あと M&A をやる仲介会社でもこう大手そういったところがあの十分にサービスを提供している、まあ、言い方を変えるとあの競争が激化してますただ一方で中小企業というのはあの300万社以上312万社あると言われてまして。 この中小企業に対してはきちんとしたエマンデサービスを提供する会社これは非常に少ないです。ただここをやっていかないとこう中小企業庁の目標にも達成しない。まあそれが日本の課題にもなってきております。はい。ええー、そして次が、えー、<あ>こちらです。はい、ええー、それで私もあの取り組むエマンデまあ典型的なパターンというのがあの事業承継です。 まあ日本ではあの後継者が不在の企業というのがあの127万社あると言われてます。まあこれあの全企業の3分の1にあたるまあ非常にこう多い企業です。ですからこのままもし後継者が見つからないと日本の3分の1の企業がこう廃業してしまうリスクがある。これがあの日本の事業承継問題になってます。 またこのうち約半分の60万社がの黒字だと言われてます。ですからあの中小企業庁はこの60万社これを10年間、まあ年間で6万社だけでも事業承継をやらないといけない。これが今の目標です。ただ実際にはこう1万社もいってないぐらいと聞いておりますので、やはりこう中小企業のこう事業承継 これをやはりみんなで真剣に取り組んでいかないとう日本のこう産業、これがだんだんこう力がなくなってしまうのではないかですから私ども、中小企業に特化してこう一見でも多く、まあ、事業承継を中心とした M&A に取り組んでいきたいと考えています、はいえー、それでは続きまして業績について教えていただけますでしょうか。はいまあ、会社ががでできて今4期目なんですがあの まあおかげさまで順調に売上利益は伸ばすことができてます。まあ前期の数字ですと売上高が4億3400万、まあ営業利益で6000万です。まあ今期第三クォーターまでの数字というのが売上高で5億2800万、まあ営業利益で1億2400万。まあ今期の計画ですとまあ売上高が7億600万。 まあ前期の約1.6倍、まあ営業利益では1億5千万、まあ前期の約2.5倍という数字をあの今期計画をしております。御社あの成約報酬と月額報酬があるということなんですけれども、<はい S 2> これについてちょっとご説明いただけますでしょうか。はい。あのエマンデ会社の多くがあの成約報酬に代りがち、それで私どもはあの。 まあ経営をできるだけこう安定化させるために月額報酬制度というものを取っています。アドバイザー契約をいただいた後月額で報酬をいただく。それで経営を安定化させるそういったあの戦略あの施策を取っております。えー、着手金というのは取らずに、はいえー、月額報酬ということなんですねそうです。はい。そのやり方をやってます。それでまあできるだけこう売るニーズの高い案件、まあこれを私ども真剣に取り組む。 まあそういったことにもこう効果があるあの施策にはなっております。はい。えー、では続きまして、御社の特徴強みについてご紹介いただけますでしょうか。はい。あの私はあの定型先と呼んでいるこう地域金融機関、まあ地銀、大日銀、親金親層、あとはあの税理士会計士の先生方から案件を紹介いただくというあの案件の取り方をしてます。 まあ一般的な AMD 業者というのはたくさん電話をしたり DM を送るまあそういったやり方をこうやって案件を取っていいる会社が多いです私どもはあの提携先とのこう特に金融機関さんとの信頼関係をがっちり作ってそれで経営方針にもあるこう断らないあと良い AMD をやるまあそういったことでこうご信頼を頂い,いてあの案件をこう安定的にいただく。 まあそういったことが私どものビジネスのこう大きな特徴となっております、うん、その点、次の世代でさらに詳しくお伺いできればと思いま,す、はいはい、また、そういったあの提携先からの紹介案件、まあ、これをやることによって、案件を取るためのこう人ですとかこうコスト、あと時間、これがあの省略できています。 まあ契約を頂い,いてから案件を制約するまでここにこう営業が集中しているですからあの効率的な制約までの M&A 業務のプロセスが可能になっておりますこれが私のこう特徴となっておりますここの部分がこう効率化できるということですかねはいあの時間的にもそうですしこうあの電話 DM でこう案件を獲得すると下手すると数か月から数年かかることもあると言われてまして。 ここに対して優秀な人材をたくさんこうあの配置している、ただ私どもはそういった案件を取るところには人を使わない、時間もコストもかけない、制約することにこう集中をしてやっておりますので、非常に効率的なこう制約までのプロセスができていいいると思いますはいえー、分かりました、えー、それでは、えー、今後の成長戦略を教えていただけますでしょうか。はい あの今申し上げたとおりあの中小企業の M&A ニーズ事業承継を中心とした M&A ニーズっていうのは非常に強いものがありますですから私どもこうあの契約をいただいた案件をこうきちんと制約ができるようにまずはあの人員の採用あと教育をこうしっかりやっていきます。またあのそういったあの中小企業のオーナーさんがこう金融機関あと税理士会計士に相談する。 これが増えてきてきますですから私どもの提携先の数特に金融機関あと会計事務所そういったところの提携をどんどん増やしていきます。またエリアにつきましてもどんどん全国に拡大していくそれを成長戦略で考えています。また M&A をやりながら例えば M&A 前に会社を少し整えた方がいい。 あと M&A を実行した後に少し手伝ってほしい、まあ、そういった M&A の関連ニーズがありますので、そういった M&A に関連したサービスを拡充する、まあ、これも成長戦略で考えております。M&A、はい、の,、M、のこう認知度、はい、M&A を選択肢というふうにこう考えている人というのは増えてきていますでしょうか、はい、あのだいぶ認知度は上がっていると思います。ただだだままだができない こうエマンド会社が怖いんじゃないかそう思っている方もたくさんいらっしゃると思いますので安心して相談できるようなエマンド会社を目指していきたいと考えています。はい、えー。では最後に、えー、投資家の皆さんに向けて、えー、メッセージをお願いします。はい、本当にこれまであのご支援ご協力を本当に多くの方にいただきましてありがとうございます。まあこれからあの相談されたことはあらない。まあ良いエマンドをやろう顧客主義。 そういったの経営方針を貫いて、一見でも多くの円満で取り組んでいきたいと思います。まあ、これからも、こう、変わらぬご支援、ご協力をいただければと思います。ぜひ、よろしくお願いいたします。はい、えー、今日はありがとうございました。どうも、ありがとうございました。